クリスチャン・アウグスト2世は、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルク公。シュレース・ビヒ公国及び、ホルシュタイン公国の一部、アウグステンボーとスナボーの領主。単に、アウグステンボー公クリスチャンと呼ばれることが多い。ドイツ語名クリスティアン・アウグスト。デンマーク王家の分家筋にあたるアウグステンボー公、フレゼリク・クリスチャン2世と、 デンマーク王女ルイーセ・アウグスタの長男として生まれた。クリスチャンは、デンマーク王家との血縁的つながりが強く、母ルイーセ王女は、フレゼリク六世王の妹、そして姉カロリーネやマーリエはクリスチャン八世王の日で、あり、長く国王の老いない市議帝という立場にあった。しかし、クリスチャンは、シュレース・ィヒホルシュタインの分離独立運動の、支持者だった。彼の目標は、 シュレースビヒ・ホルシュタインをドイツ連邦の一員にすること、両公国に自由主義憲法を制定すること、そして自らがデンマーク王に代わってシュレースビヒとホルシュタインの主権者となることだった。クリスチャンはまたデンマーク王位の後継者にも名乗りを上げ、混迷するデンマーク王位継承問題をますます混乱させた。1837年には 国名でシュレース・ビヒホルシュタインの好位継承と題した書物を出版している。またクリスチャンは1831年と1836年にデンマークの国会議員に選ばれている。こうして国政に関わった結果、クリスチャンはシュレース・ビヒホルシュタインの親ドイツ派と手を結ぶことになった。1848年革命がヨーロッパを席巻すると、 シュレースビヒ公国及びホルシュタイン公国でもドイツ系住民の民族主義、分離主義運動が一気に高揚した。キールではクリスチャンの弟、フレゼリクを中心にシュレースビヒホルシュタイン臨時政府が樹立された。クリスチャンはベルリンに赴きプロイセン政府に対して自らを君主とするシュレースビヒホルシュタイン独立国家の成立に、 助力してくれるよう要請した。このため、第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争が勃発した。しかし、ヨーロッパ諸国は、デンマーク王国領が分裂するのを望まなかった。とりわけ、ロシア皇帝ニコライ一世は、デンマーク王家の別系統の分家である、ホルシュタイン語トルプ家の課長という立場から、アウグステンボ公爵の行動は反逆である、とクリスチャンを弾劾する声明を出した。 1850年7月にプロイセンとロシアは、オルミュッツ協定を結び、すべてを急に服すること。デンマーク王は、ホルシュタイン公国の主権者の地位を回復し、また主権者として、ドイツ連邦のいかなる介入をも受けないことが訳された。アウグステンボー公尺家はデンマークから追放され、公尺家の領地には、デンマーク軍が侵入した。アウグステンブルク家の シュレースビヒホルシュタイン公社区異請求に関する問題はヨーロッパ列強国の間でも意見の一致を見なかった。サリー家法に則っ,った場合、子供のないデンマークをフレゼリク7世のオルデンブルク、結果長くらいの相続権者の首位はクリスチャン・アウグスト2世だったことがこの問題をより複雑にしていた。 このため1852年3月31日、ロンドン議定書発行に際してクリスチャンは、金銭的保証と引き換えにシュレースビヒホルシュタインのに、広告の公職員に対する請求権を放棄し、また同時に、それらの国々に分散するアウグステンボー家の領地をも放棄すると宣言した。クリスチャンは、定置シレジアのブリムケナウに辞書を買って、同地で予定を送った。 1863年、クリスチャンの長男フリードリヒは、デンマーク王フレゼリク7世の死に伴い、父の請求権放棄を無視する形で、シュレースビヒホルシュタイン公爵を継承すると宣言した。1820年、クリスチャンはまた10枚の白爵令状ルイーセ・ダンサムと結婚した。ルイーセは、デンマーク王クリスチャン5世の諸子のヤシにあたる女性であり、 夫と同じくオルデンブルク家の男系子孫の一人で、ある。また、クリスチャンの弟、フレゼリク・モルイーセの妹ヘンリエッテと結婚している。夫妻は7人の子供を設けた。ありがとうございます。